気合い残った。よかった。はい、終わり。晴れ渡った今日の県内、青空の下、土佐清水市の清水幼稚園に回し姿の子どもたちが登場しました。寒ない。寒くない。暑い。園では子どもたちの心と体を育てようと、開園以来40年以上年に1回相撲大会を開いています。今日は年中と年長の園児18人が土俵に上がり、元気いっぱいの取り組みを見せていました。園児たちはこれまで毎週相撲の稽古を積んでいて、今日はその成果を発揮する日です。保護者や地域の人たちが見守る中、子どもたちは真剣な眼差しでぶつかり合いました。嬉しかった。楽しかった。楽しかった。初めてなんですけど、頑張ってました。頑張ったね。一生懸命頑張ってて感動しました。ありがとうございます。はい、すごく成長を感じてよかったです。寒さに負けず真剣な取り組みを見せた子どもたちは、相撲を通して心も体も成長したようでした。